FM 流進堂。はい、FM 流進堂 DJ の流進です。今日のゲストは、アンナさん、アナグラデジオ。デジオ、あ、そうだ、デジオ、そうデジオのアナの、はい、アナグラさんと、はい、こんばんは。ミミミミラジオの徳佐志健吾さんと、よろしくお願いします。コージマンプレイの、まあ、もう略しますけどコージマンさんです。はい、よろしくお願いします。はい、まあもうほんとね、今回もうあんな特集ですよ。はい、ひたすらあんな特集。もう僕の方から一方的にですね、半年くらい前から、ゲストに来てほしいなと、心の中で思っておりました。やっと念願かなって、あれはね、デジオキャッターを作ったのはね、直接コンタクトを取るきっかけになったんですよね。それでまあ、普段アンナさん奈良に住んでらっしゃいますので、東京に来る用事がある時には、一度ご連絡をくださいということで、約束をしてまして、まあ、ついにですね、ついに、ここは新宿なんですけれども、東京に来られまして、やっとゲストに来ていただいたわけでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。まあそんな感じで今日は徳ちゃんも小泉のテンションが上がりまくり、血圧の上が300ぐらい高いです。血圧も上がり、ちょっとさっき吉本見てきたんで、ちょっと僕今鼻血が、はい、あ、もうあの鼻が赤いよ。はい、のぼせ気味でございます。そうですね、ちょっと目がとろほんとして、とろんとしております。のぼせてる感じの顔なんですけどもね、はい、今日はでもね、吉本を見てきて思ったのは、あの普段話してる僕たちの話がいかに面白いかってことなんですよ。あれ僕逆のことを思ったんですけど。あ、そうなの。あ、全然ダメだ。あれ、こんなんじゃダメだ。あんな滑舌強く喋れてね、今も噛んだし、こんなんじゃダメだって思いましたよ。あ、ちょっとアンナさんなんかは奈良に住んでらっしゃるんで、ちょっとこう関東圏とこう、はい、お笑いのツボとか、はい、あれ違うのかどうかちょっと分かんないんですけど、はい、なんかノリ、ボケツッコミか、ノリじゃなくて、ボケツッコミとかあります？なんかすごく、はい、あの今日も思ったんですけど、はい、皆さんがボケて、うん、ツッコむときって、うん、みんな関西弁になりますよね。あの田中勝リスペクトでございます。でもね、で田中勝樹、はい、さんの、はい、あの弟子をないと聞いてると、はい、田中さんは関西弁なのにもともとボケるときは東京弁で言うんですよ。うん、それがおもろいんですよね。そうそうです。だからなんか逆転現象みたいな、はいはいはい、なってて面白いなとすごく思ったんですよ。確かにそうですね、うん、これはやっぱり異文化を取り入れてる楽しさが本人が感じてるってことなのかな。うん、違う、標準語って、うん、ちょっとね、弱々しい感じとかするからね。あ、そこの、そこに住んでる人たちにとっての面白みが出にくいと。あのね、よ、ボケる時の、うん、なんていうの、感じ、ボケる時の感じとして使いやすかったってことを発見されたのかもしれない。あ、だから僕たちは東京住んでるからなんでやねんって言った方が笑いやすいと。あと、ツッコミとしての強さがある。強さがある。あ、そうだよね。で、あ、僕ね、今日のね、吉本がつまらなかったわけじゃないんですよ。一番笑ってたもんね。ゲラゲラ笑ってた。ゲラゲラ笑ってたんですけれども、はい、こう演劇的な部分はちょっと見抜いちゃいまして、やっぱりこう練習とかしてこう笑わせてるわけじゃないですか。だったら普段から僕たちが やってるライブ的な笑い、これ楽しいよね。まあ、僕はね、龍心くんがね、どんだけなんつうんでしょう、自信家なんだと。なんで？そう、僕はね、やっぱすごいレベル高えなと思いましたよ。いや、そういう解釈、いや、レベルの高さで言うとすごい高いですよ、笑いの。でもあれ作られてるじゃないですか。
だから即興ではないってこと、ね、でも即興はあったよね、あるある、かなりあった今日さ、舞台の上で即興の部分あったじゃん、そこが面白かった、自然タケノコが生えてくるとか、あれ完全アドリブでしょ、うん、と思いますね、あと、うん、あの言い間違えたり、うん、聞き間違えたりしてたじゃないですか、その役者って言ったらいいんですか、芸人か、あれが面白かった、そっちにも笑えた、うん、だからアドリブの部分が流進が楽しかった、結構いや、っていうかね、あの、そのいわゆる台本通りに乗っからなくって、芸人がそれを見て、舞台の上で笑ってるわけよ、お前ちょっと違うやみたいな、そこが面白かった、うん、で、よーく見てたら、やっぱ相手方に対して本当に受けてんのね、うん、あ、そうなんだと思って、そこにね、喜びがあった。やってて楽しいところなんだろうね、その演者の人も、うん、だって毎日さ、行ったらお笑いの特訓してる人たちだから、その楽しさ、お笑いに対する気持ちがちょっと麻痺してる感はあるかもしれないでしょ、うん、これ行ったらこう帰ってくるってもう分かってるから、そこでちょっとうまくいかなくて、いやそれちょっと違くないみたいな感じで笑ってんだよね、舞台の上で、それも良かった、ああいう時ってコンビ愛じゃないけど、うん、普通の愛が見えた時は嬉しくなったりしますね、嬉しかった、あのね、相方と漫才しながらだんだん距離寄ってってくっついてんの最後それすんごいね、俺面白かった、こいつらくっついとるわと思って、で振り返ったらぶつかりそうになっててあ、こういうコンビなんだと思って、あの完全アウェーの人たちが2組いらして、うんうんうん、普段はもう大阪でやられてるんだけど、うん、今日久々か初めてか、あの赤いスーツの2人ですね、来られてた、あとね、もう一組いたのよ、そうそう、そうだね、うん、完全に台本から始めないで、ちゃんとこう観客の様子を伺いながらやってって、うん、まあ、僕全然お笑い普段見ないから、もう全ては楽しかったんですけど、アンナさんなんかこう好きなお笑いの芸人の方とかいらっしゃるんですか、都合これはいつもこう来てしまうとか、そうですね、全般的に、まあ、好きで、お笑いっていうジャンルは好きなんですけど、これといってその人たち熱狂的に好きっていうのはあんまりないですね。あなたホッシャンとか好きそうだね。ホッシャンも好きですね、はい、わかんねー、僕ね、アンナさんがね、爆笑するとこ見たいね、うん、ケタケタもう腹抱えてる、じゃあもうそれ僕たちがもう頑張るしかないじゃん、この場においてもう脱ごっか俺たちできることぐらい脱いでフラフープそれね、引くと思うよ